みんなで学校で流行ってるゲームをね紹介する、はい、そうだ ね誰からやる？じゃあ、はいはい、さきあちゃん。さきあちゃんは何ですか？はい、私が流行ってる ゲームはこちらです。じゃらん、ケジピン。おー、わかる。なんかさ、小学校の時って消しピンとか流行るよね。昼休みとかにみんなで集まるよね。楽しいよね。わかる。消しピンって言ったら結構共通。はい、何の略か一応言ってあげたら。消しゴムを角、消しゴムを角に1,2,3,4って並べて、それで順番ずつデコピンでこうやってやるんですよ。消しゴムをピンってやるのがね、消しピンなのね。ね、そう。そしてピンってやって、でピンってやって、消しゴムが落ちたら負けで、最後に残り切った人が勝ちです。ルール説明も完璧じゃん。すごい。じゃあやったら早速。はい、用意してくれてるから。木村強いぞ。最強って言われます。最強だよ。最強はすごいぞ。最強が、いやー、最強じゃないの。なんか自分の消しゴム持ってたりするね。強い消しゴムが流行ったりしたよね。はい、そう、まあ、やりましょう。大きいのだよって言って、大きいの持ってた。大きいのさ、わざわざ買いに行かない？あ、買いに行かない。あるある、あったあった。300円ぐらいだな、でかいやつな。まあやってやって、うん、やろう。でも木村もなんか仕切りでやってたから、いいよ。学校でやってる感じと一緒で。あ、じゃあココナちゃん、ココナちゃん、私、カノちゃん、ソヨちゃん。はい、わかりました。わかりました。オッケーです。オッケーです。なんかあるの？はい、失礼します。テクニックとかあるのかな。これどうなの？真ん中にまず近寄った方がいいのかな。じゃあちょっと、じゃあカノ、サキヤちゃんちょっと狙おうかな。マジかよ、大人気。ちょっと狙えなかったな、ごめんね。怖い怖い怖い。ナス。あ、やめた。これアウト、これアウト。これは、これ一発。1回目だから、1回目は大丈夫なの。ありがとう。どんくせ。吉田ど今チャンスだよ。あれどっかに当たるか落とせんだからね、本当に。いや、ナス当てようとしたんですけど、あんな転がる消しゴム。あ、もう一回でいいの？もう一回、もう一回いってよ。頑張ります。あ、いや、お前どんくせ。吉田よ、頑張れ委員長。そういう頑張れか。応援されんじゃねえよ。まあいい、じゃあもういい、もう吉田さん、もう、はい、はい、次だらけ。カノだな、それ。いっちゃえ、いっちゃえ。ごめんなさい。倒しちゃえ、倒しちゃえ。あ、まだギリギリだね。もうこれ、もうこれ、もうこれの中をね。え、落としちゃダメだよ。いや、弱い、優しい。ちょっと優しいね。優しさ出た。ありがとう。じゃあ、フリーが、大人げないのいいよ。大人げないのいいよ。あ、親指でやった。おー、野中アウト。投げね、やった。でも、でも、でも藤平ピンチ。でも藤平ピンチだな。ピンチ遠いんです。いやいや、お前の番はもう何もないよ、多分。ダメよ。参加しろ、参加しろ、戦いに。次誰だ？さきやちゃん。これチャンスだ、さきやちゃん。頑張って。あー、一騎打ち。すごい、働いてる。トヨちゃん対さきやちゃん。すごい、私。どっちが勝つか予想しながら見てくださいね、これね。全然飛ばない。うん、あ、どう。いいね。さきあちゃん頑張って。ああ。最強を見せてくれよ、最強の。にょ。おい、じゃあ木村の技を見せてくれ、技を。やだやだ。ああ。意外と同時やだな、俺。え、どうする？行け、吉田行け。ああ。吉田。吉田。私、ごめんなさい。吉田。ああ。ちょっと決めてくれ。待って、ちょっと木村、もっとなんか見せ物見せてくれ。お前の得意技、最強たるゆえんを手加減なしでいけ、手加減なしで。大丈夫、ごめんなさい。いやいやいや、ちょっと待って待ってくれ。ちょっとすごい飛んだ。散々緩い戦い見て最後自爆ってどういうことだよ、吉田。吉田は何をしてたんだ今まで。どう、木村どう、今のはどうだった？楽しかった？楽しかったです。うまくいった、うまくいった。もっと上手いの、はい、もっと上手いの普段は。あ、はい。そうか。ちょっと平べったいくて大きいのを使ってます。マイ消しゴムがある。マイ消しゴムあったから。あ、そうだよね。今度本気のやつやろ。みんなそれぞれ持ってきてな。はい、はい、ということで、じゃあ、じゃあいいじゃん、いいじゃん、楽しいじゃん。楽しい。楽しかった。